反対側の水槽です。でこちらが、サンゴ礁の庭といいまして、先ほど言った、島で再現して、そうですね。あ、ほんとだね。外側の建物を再現して、前回ではですね、こちらが、自然界ではですね、海藻などをですね、たくさん食べる種類などからね、実はですね、こちらの水槽の中には皆様の愛があると照明などを使い、水槽の中にガスなどを投げることによって、なるべくですね、こういった萩の仲間が植物の植物性の餌を食べるようにして、